日本の焙煎師どう違う、全然違う。台湾ですね。あ、台湾もあるんや、はい、あ、確かになんか中秋節、うんうん、で中秋節用に、うん、すごいはい、皆さんこんにちは、ゆきです。りかです。そう、今日はまたね、りかちゃん、おなじみりかちゃんがまた戻ってきました。りかちゃんファンもちょっと増えてますんで、うん、りかちゃん好きっていうコメントも結構あるんで嬉しい。で、実はですね、皆さん、りかちゃんは以前ね、まあ、ちょっと以前コメダでお話ししてた時に、焙煎師、まあ、豆をいる人ですよね、うんうん、実は日本では大手企業でいいんですかね、うんうん、ちょっと名前は言えないんですけども、うん、日本ではもう誰もが知っているような大手企業、コーヒー関係開発部のコーヒーの開発をしてたんですよ、うん、ということはもうプロ中のプロっていうことですよね。そういうことですよね。はい、はい、そうですよ、はい、そう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 。で、そのりかちゃんが今日はですね、日本の焙煎師プロ中のプロのりかちゃんが皆さんにですね、はい、お家で簡単に美味しいアイスコーヒーを作ってもらおうということで、作り方を教えてくれます。にゃー今日使うコーヒーの豆も、うん、りかちゃんが焙煎した素晴らしいお豆です。じゃあちょっと紹介してください。はい、今日持ってきたのは、ゆきさんはなんか浅いちょっと酸味が強いのが好きって前聞いた気がして、うん、で酸味が強いね、うん、もう中入りの、うん、ケニア、うん、あ、いいですね。でこっちは私が、ブレンドした、うん、アイスコーヒー用にブレンドしてる、うん、ビンチュアンヒカワっていうブランドブレンド、リカちゃんブレンド、リカちゃんブレンド、アイスコーヒー用のリカブレンド、リカブレンド、こっちのお見た、本当、でこれがチューブ化なんでちょっと苦みがあります。ああ、なるほど。じゃあちょっとこんな感じですか、ね。匂ってみてもいいですか。ちょっとはい、クンクンして2種類やってもいい。これ、好きです。好きです。この粉の香りを買うの、うん、ドライを取るって言うんですけど、ドライの状態。ドライを取る。そう、だ乾燥した時のどう違う。全然違う。リカブレンド。すごい独特な。独特？めっちゃ独特な香りがする。なんかすごいすごく独特。これがどうなるのかちょっと飲んでみたい感じ。うん、これ。これはね、ちょっと想像ができるかなっていう感じかな、うん、そう、こっちはちょっとフルーティーで、ちょっとお花っぽい香りがする、うんうんうん、台湾でよく飲むような感じ。そう、台湾の人好きそうって感じ、ね、こっちは日本人好きそうみたいな感じで、ここで試される、そう、本当の日本人か台湾人かどっちに、どっちに偏ってるかっていう、一番日本人に行けるのが実はこれ。へぇー、日本人のお客さんが好きなこっちで、台湾人、あとは浅煎りとかちょっと酸味が強いのが好きな人っていうのは、こういうこれぐらいのお店が好き。とりあえず今日使うのがこの円錐型で、はい、穴が大きい円錐型がいいんだよね。その方が私は使い慣れてるのと、うん、あとスピーディーなので、うん、なんかえぐみとか渋みが出にくい。ただ、うん、ちょっと早く落としすぎちゃって味出ないよみたいなこともあるので、うん、あります、私よくあります。あ、はい、それは練習で、まあ、練習ですね。粉はどっちにします？リカブレンド飲もうよ。リカブレンド飲みたいよ。はい、じゃあ一回湯通し、うんうん、していきます。はい、で、なんでするのってわかります？どうぞまず紙のこの香りがちょっと苦手な人なので、まずこれ洗います。あとここの、うん、ドリッパー、うんうんうん、これを温めて抽出するときの温度のブレをなくします。はい、でこれを入れて、今日は、うんうん、1杯分のコーヒーをとりあえず入れますので、はいはい、粉はもう引いてあります、うん、はい、23、これは1杯分23g。 はい、ちょっとじゃあ倍、2杯分だったらどれぐらいがいいんですかね。それの倍だと考えていいんですけど、はい、それよりも少なめで倍よりちょい少なめ。はいはい、なので、まあ40、45とか。わかりました。
大体ホットだったら1対15の割合です、うん、1対15を基準にやってほしいんですけど、はい、今日はアイス、あ、今日アイス、アイス普段の1対15はホットで、あ、1対15基準で、はんはんはん、まあ、ちょっとコクコクしたりとかした方がいい。わかりました。で、この今日はアイスコーヒーの急冷法っていうのがあります。急冷法、急冷します。急冷って何かというと、こう入れてから、はい、うん、ちょっと冷まして冷蔵庫置いといて放置するとかじゃなくて、うん、もう入れたそばからすぐ飲めるやつ、うん、ね、なのでこの、うん、コーヒーが落ちてくるこのサーバーにあらかじめ氷をセットしておきます、はい、そうする量はコーヒーの液が欲しい量の半分以上、半分よりちょっと多めの氷を入れてください。はい、で今日は150から160ぐらいの氷が結構たっぷり、思ったよりも多い。ああ、そのためにコーヒーの量がちょっと多いって感じだよね。その通りですね、うん、そう、そのホットよりも多い、うん、あと抽出量はその分ちょっと少ないですよね、うん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 、2分の1の量の抽出量なんですかね。分かりました。バリスタによって好きな温度が違うんですが、ほうほう、私は85度から90度ぐらいの間、うんうんうん、で低い温度の人は82度とか80度ぐらいで、へえ、低い温度で抽出する人もいるし、うん、高い温度の人は85度以上とかの人もいますが、うんうん、私は80から85度から90度のその間が、うん、ベストかなと、ベストかな、安定するなっていう感じですね。どうぞ。はい、で最初に、はい、この蒸らしっていう作業をします。蒸らしっていうのはね、はい、最初にちょびっと全体がお湯が行き渡るかなくらいに、うん、こういう感じですね。はい、入れて、うん、30秒から40秒待ちます。体感ですか？いえ、私はタイマーで。あ、タイマー、ここにタイマーがあるんですね。あ、タイマーもあるんや、はい、だからもしうちにタイマーなかったらスマホでも全然いいし、うん、とりあえずちゃんと測れと、うん、ちゃんと測れという話、本当は測ってほしいなっていう、はい、はい、そしたら30秒ぐらい経ちました、はい、最初はゆっくり、はい、こうで一番端のところにお湯をかけてほしくないんですね。へ、うんうん、そうな、そうっていうのはここにもう直接お湯がいっちゃって、はあはあ、もうコーヒーの成分ないのに下に落ちちゃう。はあはあ、なるほどな。で大体この、まあ、500円玉ぐらいの大きさのところ、はあはあ、500円玉ってえんらい日本的な50元玉でもよろしい。50元玉かそうそうそう。でアイスコーヒーはさっき言った通り抽出量が、うん、抽出量少ないので、うんうん、本当にゆっくりで、うん、いいちゃんと膨らんでる、膨らんでる、そう、この膨らんでる、膨らんだ方がいいよね。膨らんだ方が新鮮、へえ、方がいいかなっていう。新鮮っていうのは焙煎してから時間がそんなに経ってないよ、うんうんうん、嬉しいっていう意味だ。ただ、うん、焙煎してから、うん、まあ3、4日くらい経ったやつの方が、うん、逆にこのブクブクが多すぎて抽出できないっていうのがあるんで、ちょっと置いた方がいい。でエイジングって言うんですけど、あ、ちょっと寝かせるって感じだね。寝かせましょう、ちょっと 2,3 パターン出してあげましょう。へー、で、あともうちょっとでく真ん中に入れるんやな。そう、で、そうそうそう、私はあんまりこうごちゃごちゃやらないで、もうちょっとで、うん、2分ぐらいで抽出終わらせたい、うんうんのですが、うん、2分30秒ぐらいまでいけます。で最後の方はちょっとあんまりごちゃごちゃやらないで真ん中でギューッとお湯を足してあげて、だからこうなんていうの、お湯を入れるスピードっていうのもすごく大切だっていうことだね、うん、大事ですね。あ、なるほどね、私それは考えてなかったね。そうそうそう、うん、それでこのサーバーのお湯がまだ残ってるうちにもう引いちゃう、うん、はいはい、うん、この残ってる方は渋みとか苦みがあるので、うん、終わった後にこうやってドーナツ状、チェックするんだ、うん、ドーナツ状になってたら、はい、うまく抽出できたよって思ってください。綺麗綺麗、めっちゃ綺麗な、うん、いろんな、ね、バリスタの人やり方あるんですけど、うん、私はあまりこう攪拌とかしないし、うん、重力にこう沿って自然のままで抽出するっていうのを私のこだわりとしてあります。こだわりです皆さん、うん、入れます、はい、ガチ勢は、うん、氷をこうやって一回こうやって直して冷やすことやりますけど、まあ、気持ちの問題やね、はいはい、これも、はい、抽出した下の方が濃くて上の方が薄いので、うんうんうん、軽く振るか混ぜるかしてください、うんうん、で氷にこうやって当ててゆっくりこうで
やりながらゆっくり注ぐとさらに冷たくなるし、うん、上の方にこう泡ができなくなって綺麗に見えますね。はい、あ、確かになんか自分が入れたのより濃い濃い感じがするし、ハンドドリップの時のアイスコーヒーってちょっと薄くなりがちなのがちょっと改善されてるかなって感じする。じゃあちょっと飲んでみますかね。飲んでみますね、はい、いただきます。うん、あ、どう？あ、なるほどね、メカブレンドこうなるんだ。え、美味しい。よかった。なんかあの嗅いだのとさっきの粉の状態全然違う、うん、なんで？すごく美味しい。私ね、なんかまあリカちゃんのお店で飲んだことあるんですけど、なんかね、台湾のコーヒーも美味しいんですけど、うん、なんか台湾のコーヒーってやっぱちょっとお茶っぽいっていうか、香りがすごく際立つ入れ方っていうか入り方、うん、であのちょっと薄めで、まあ、日本人的に言うとちょっとコクが足りないかなみたいな、うん、日本人のコーヒーってやっぱちょっと濃いっていうか、うん、なんかこう苦いっていうかコク、うん、なんかそう味の中にこうレイヤーとかそう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 、台湾のはやっぱりちょっとお茶文化というかやっぱりこう、うんうん、香りがすごく重視されてるみたいな感じだから、さっぱり、うん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 、でやっぱりリカちゃん豆はね、なんかやっぱりこうコクがあって、でこう飲んだ後に口の中になんかこうコーヒーの香りがすごく広がる感じかな、うん、やっぱりアイスコーヒーやっぱりこれぐらいじゃないとダメだな、うんうんうん、なんかこうガツッとガツッと、そうガツンとくる感じで、うん、ケーキに合いそう。ケーキ実は今日ケーキもあるんですよ皆さん。今日はですね、この美味しいアイスコーヒーに合うケーキを注文しときました。このケーキもね、実は台南のすごい個人の方でやってるお店はないんですけど、なんかまあ友達なんですけど、結構もう長い間やってる人で、うん、完全予約販売、予約製造みたいな感じで手作りなんですけど、可愛いのね、作ってる人も可愛いしケーキも可愛い。そうで味も可愛いって感じですね。まあバナナマスカルポーネチョコレートケーキです。可愛い。こちらは結構ね、あのゾンチュージエがもうすぐじゃないですか、中秋節で、中秋節用になんかちょっとこう小さくて皆さんが買いやすいように開発されたケーキで、とキャラメルリンゴのクランブルパイですね。緊張、めっちゃ緊張。お、綺麗綺麗、かわいい、かわいいです。あ、美味しそう美味しそう。この辺のリンゴとかが結構最高やね。美味しそう。あのだからプレゼント用に皆さん、あのね、ゆえぴんとかさ、月餅とかなんかああいうの食べたくない人はこういうのもいいと思います。じゃあ今からいただきます。あ、すごい。いただきまーす。いただきまーす。美味しい。うん。うん。なんかバナナとチョコが。チョコちょっとつぶつぶのチョコも入ってます。そしてこれ。あ、どうですか。合います。最高か。って感じ。うまくない？もう最高のコンビネーション。え、これ合う合う、めっちゃ合う。って感じよ皆さん。うん、うま、なんか二人とも相乗効果で飲む。うん。幸せ。このケーキ皆さんがね、多分想像してるよりも20倍ぐらい美味しいと思う。なんかあのマスカルポーネとココアとなんかバナナのバランスがすごくいいって感じ。アイスコーヒーでこんなにケーキにぴったりも珍しいでしょ。でなんかね、リカちゃんのコーヒーちょっとやっぱこう苦みというか深みというかコクがあるので、あ、台湾で日本っぽいコーヒー飲みたいなっていう人とか、ぜひぜひリカちゃんのお豆買ってみて、台湾でも
なんか日本のちょっとこうコクのあるコーヒーを飲みたいっていう人は、うん、超おすすめです。そう、アンケンじゃないですよ。アンケンじゃないですよ。そう、コーヒー豆の注文、ケーキの注文も概要欄でチェックしてください。皆さんもお家で素敵なパーティーしてくださいね。はい、またねー。コーヒーの先輩子、焙煎これリカブランド、ブレンド、リカブレンド。